じゃあ目をつぶって、おー、深呼吸を一回してください。両手の指を中にギュッと握りし、目ギュッとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで一旦止める。全身にグワッと力を入れて、数を3つ数えたら息を吐きます。1つ2つ3つ、もう一度、両手の上の方にギュッと握りしめ、目ギュッとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで一旦止める。全身にグワッと力を入れて、数を4つ数えたら息を吐きます。1つ2つ3つ4つ、さらにもう一度、両手の上の方にギュッと握りしめ、目ギュッとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで一旦止める。全身にグワッと力を入れて、数を5つ数えたら息を吐きます。1つ2つ3つ4つ5つ、つま先に意識を向けてください。つま先から力が抜けた、かかとから力が抜けた、足首から力が抜けた、ふくらはぎから力が抜けた、膝から力が抜けた、ももから力が抜けた、お尻から力が抜けた、お腹から力が抜けた、両足から力が抜けて、とってもいい気持ちです。両足がダラとしているところにしましょう。呼吸とともに、さらに両足から力が抜けていきます。大きく深呼吸を一回してください。とってもいい気持ちです。お腹から力が抜けた、腰から力が抜けた、胸から力が抜けた、背中から力が抜けた、肩から力が抜けた、肘から力が抜けた、手首から力が抜けた、手のひらから力が抜けた、指先から力が抜けた、両手から力が抜けて、とってもいい気持ちです。両手がダラッとしているところにイメージしましょう。呼吸ともに、さらに両手から力が抜けていきます。大きく深呼吸を一回してください。とってもいい気持ちです。肩から力が抜けた、首から力が抜けた、顎から力が抜けた、歯から力が抜けた、唇から力が抜けた、鼻から力が抜けた、頬から力が抜けた、耳から力が抜けた、目から力が抜けた、まぶたから力が抜けた、眉から力が抜けた、眉間から力が抜けた、額から力が抜けた、頭のてっぺんから力が抜けた、全身から力が抜けて、とってもいい気持ちです。体全体がダラッとしているところにイメージしましょう。呼吸ともに、さらに体全体から力が抜けていきます。大きく深呼吸を3回してください。
深呼吸が3回終わったら、草原に佇んでいるところをイメージしましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。その色がとっても青くて、白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくて、そこにいるととってもいい気分です。辺りをぐるっと見渡してみましょう。すると不思議なことに、地面に扉があります。扉を開けてください。扉を開けてみると、そこには心の底に続くとっても素敵な階段があります。そうです。その階段は今回の催眠のために作られた、あなただけの特別な階段です。その階段を一段ずつ降りていきましょう。階段を一段乗りごとに催眠が10倍ずつ深くなっていきます。10倍、100倍、1000倍、1万倍、10万倍、100万倍、どんどん深くなっていきます。一番下に突っ込みはとっても深い催眠状態になっています。どん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 階段を降りていきましょう。どん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 階段を降りていって、一番下に着いたら、目の前にもう一つの扉をイメージしてください。そしてその扉を開けます。すると、そこにはとっても素敵な部屋があります。そうです。その部屋も今回の催眠のために作られた、あなただけの特別な部屋です。部屋に入ってみましょう。部屋に入ってみると、そこにはとっても座り心地の良さそうな椅子と、引き出しのついたテーブルがあります。椅子に座ってリラックスしてください。部屋のレイアウトはあなたが好きなようにイメージしましょう。イメージすると、そのように変わっていきます。あっという間にあなたの身の部屋が出来上がりました。さあ、私の言葉に意識を向けてください。私の言葉が大切です。周りから聞こえてくる様々な音、風の流れ、光の変化。今回の催眠を深めるためのバックグラウンドミュージックだと思ってください。私の言葉が大切です。私の言葉を聞いてると、とってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉に意識を向けていると、とっても深い催眠状態に入っていきます。いつでもどこでも私の言葉を思い出すと、とってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉が大切です。私の言葉にしっかりと意識を向けてください。さあ、これで深い催眠の状態に入りました。さあ、この状態において、願望を実現したい対象をまず決めてみてください。素敵な結婚相手とか、幸せになる結婚相手とか、何か自分が願望があって、それをしっかりと実現したい、その実現したい対象とは何か紙に書いてみましょう。これから3分間、時間はかかっています。はい、書いてください。どん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 具体的に書いていきましょう。そして筆が止まったら目をつぶって深呼吸を3回してください。思い浮かべてはどんどん紙に書いてください。筆が止まったら目をつぶって深呼吸を3回します。
さあ、今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度はその願望を実現したい対象の特徴、どんな特徴があるか、どん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 紙に書いていきましょう。はい、お願いします。さあ、今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、深呼吸が3回終わったら、意識を階段を降りていって部屋の中の椅子に座っている自分自身に戻し、さらに大きく深呼吸を1回してください。そしたら、イメージの中で椅子から立ち上がり、扉を開けて階段を上がっていきましょう。階段を一段上がるとに、催眠からどんどん覚めていきます。どん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 階段を上がり、一番上に着いたら扉を開けて、草原に佇んでいるところをイメージしましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。その色がとっても良くて、白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくて、そこにいるととってもいい気分です。これから数を1から10まで数えると、意識が爽やかに戻ります。1つ、2つ、3つ、手と足に力を持ってきました。4つ、5つ、6つ、体全体に力を持ってきました。7つ、8つ、9つ、
意識がはっきりしてとってもいい気分です。とで、さらけに意識戻ります。と手と足の指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。体全体の筋肉にぐっと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識戻ったら軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。